again. こんにちは。そう、星なんです。今日は今日は星です。そう、ハートちゃんとつけました。そう、慣れました。打つのめちゃめちゃ早く打てるようになりました。よかったよかった、ちゃんと成長してます。そう、打てました。ん？こんにちは。こんにちは。はじめましての方もいますかね。初見です。はじめまして。あ、ゆきさん同じ名前なんですか。同じ名前、嬉しいですね嬉しい。そう、今日は後ろが星なんです。これから公園行きます。そうですね、これからありますね。そう、ありますよね、会場。おそう、だから今日は5時55分までにしようと思います。1時間ちょっと、1時間20分くらい。そう宇宙かと思った後ろですか。後ろ、ちょっとあの、これはちょっと実は背景、そう、背景があの、そう、白じゃなかったので白にしようと思ったんですけど、そう、これは私の使っているあのブランケットっていうんですかね、膝掛けを壁に貼り付けましたえ、違います、壁に貼り付けたんです。そう、壁が、そうちょっと茶色かったから真っ白にしたいなって思って、壁を白くするためにブランケットを貼り付けましたそうなんです。今日はちょっとね、壁が白じゃなかったので。場所がそう、場所的にこの星実は黒じゃないんですよ。この星実はあの紺色なんです。紺色そう、紺色なんですよ。黒っぽく見えちゃうかなこんにちは。集まってきましたかね、人が。そろそろ、もう、そうそう、紺色。あ、そう、今日まだかけてなくて、今日まだ髪ここ貼れないかな、貼れると思うんですよ。だからちょっと描こうと思います。でも、そう、まだ描けてないんですよね。画用紙の色を選ぶとこから昨日はちっちゃかったので、ちょっと今日は大きく描きますね。大きい画用紙に描きたいと思います。昨日はね、見えないって言われた見えないって言われたから、今日はちょっと大きめなのにしようかな。そう見えてた。あ、でも、そうラブがね、見えなかったみたい。下のちっちゃい文字が大変だ。ラブ見えてないとちょっと結構大変です。こんにちは。
ありがとうございます。初見さんも、そう、初めて見に来てくださった方もいて、この時間は初めてなので嬉しい。そう、こんにちは。そう、よかったらもう何でも、何か、あの、何ですか、何でも書いていってくださいね、コメントコメントお待ちしてます。そう、コメント何でも書いていってください。なるべく読みます、可能な範囲で。見えた時に瞬時に対応できたらもう、そう、瞬時に対応できたら読みます。そう、なんか見に来るの勇気いるみたいな、コメントするの勇気いるって方がいて、そうそう、コメントするの勇気いるって方がいたんで、もうぜひね、コメントでね、お話たくさんお話できたら嬉しいなって思います。そう、あの、初めての方ありがとうございますとか言ってるけど、まだあの、まだ4回目なのでまだ実はまだ4回目なので、私も結構初めてですよ、初めましてなんですよまだ4回目ましてです。そう、お洋服、今日のお洋服は、そう、最初のリレー配信の時着てたお洋服と同じです。同じ、そう、水色なんて言うんだろう、これは水色ではないけど、そう、青っぽいお洋服着てます。配信は楽しいですか？楽しいです楽しいです、皆さんとね、お話できて楽しいです。こんにちは。え、そう、始めたばかりなんです。そう、ファイトです、ありがとうございます。あ、イラスト見ましたよ。そうそう、描いていただいたイラスト見ました。ありがとうございます、本当に。そう、嬉しかった、すごくぶっちゃけ顔がタイプだから好きになりそうで困ります。好きになってくださいよ好きになってもらわないと困ります、困ります。好きになってもらわないと困っちゃいます。そうドストライクです、嬉しい。私、歌は歌えないです、歌えないんですよ。歌はもう本当に下手なんですよ。衝撃的な下手さですもう笑われちゃうくらい下手なので、ちょっとあの、頑張りますね、これから。これからの成長を期待していてください好きになりすぎないように気をつけてる。好きになりすぎない、ダメダメ、好きになってほしい。そう、カラオケ配信上手くなったらでも、そう、挑戦は何でもしたいと思うので、何でも挑戦しようと思うので、そう、上手くなるように頑張りますね。何、好きになりすぎないように、ちょっと何それダメだよ、好きになりすぎてくださいこんにちは。今日本当に初見って書いてある方が多くて、すごいすごい、この時間だからですかねそう、後ろの星が気になる、後ろの星気になりますブランケットですね。お話ししたい、お話ししたいですよね。好きになりすぎちゃいました、やばい、ボイトレ、何、ちょっと待って、頑張ります好きになりすぎてください、頑張ってください。今のところ皆勤賞、おお、今のところ皆勤賞ですか、嬉しいな、
そう、みんな3期生気になってますね。可愛い子ばっかりだからさ、見に来れた、ありがとうございます。よかった見に来れてそう、こんちゃーす、こんちゃーす頑張って、ありがとう。ちょっとまだ好きになりすぎてはいないです好きになりすぎてはいないですか そう、この時間、この時間ね、初めてだから。そう、見に来たの3回目ですか。まだ4回なのでね、結構結構来てくださってます、半分以上。すごい、本当にありがとうございます。そう、今日も紙に書こうと思って紙を出したのはいいんですけど、紙を出したまま何も書いてないという。私の元気の源、私の元気の源なんだろう、ご飯食べて寝る。3連休のご予定は、3連休のご予定は、ご予定なんだろうね。休みの日のご予定決めないタイプなので、だいたい寝てます、だいたい寝ちゃってます。そう、毎日配信を目指してるの。そう、毎日配信したいんですけどね、したいんですけど、そうちょっと流れちゃう、ごめんね、ごめんなさい、流れちゃうんですけど、そう、毎日配信したいんですけど、リレー配信の次の日に配信できなくて、ちょっと他のね、今毎日配信してる子たちは5回目なのに、私は4回目なんですよ。そう、ちょっと悔しいなでもそうそう、毎日したいなって思ってます。全然ね、無理はしてないんですよ、無理はしてないんですけど、ちょっとそう、できる日とできない日が、そう、一日配信しなかったんですよ。そう、空いちゃって。そうなんです、ちょっとお家でね配信しようと思ったんですけど、とね、いろいろそうなんです。でもね、ちゃんとメールとかでね、ちゃんと告知するので、そう、来てくれたら嬉しいです。そう、メールでちゃんと書いてます。でも結構ギリギリに言っちゃってますよね、結構前の日のギリギリに送っちゃってるので。そう、頑張ります、無理せず頑張ります。ありがとう、本当にありがとうございます、本当に。そう、あ、そういえば聞いてください。この前配信でゆうはちゃんの名前を出したんですよ。ゆうはちゃん、最近ゆうはちゃんとよく写真撮るんだとか、ゆうはちゃんとよく話すって名前を出したら、ゆうはちゃんから連絡が来て、そう、ゆうはちゃんから連絡が来て、なんか私の名前出してくれてありがとうございますみたいなそう、ありがとうございますみたいな、そう、連絡が来て、もうなんかハートまでついてたのかな。そう、来て、もう可愛すぎて、もう返信で可愛いって送っちゃいましたもうなんで敬語みたいなツッコミも入れたんですけどね。そう、普段はそう敬語使ってないのに、そう、いきなり敬語できてなんか可愛い、もう、そうね、なんで敬語ってそう、でもなんていうの、そういう何ノリみたいな、そう、感じで、そう、ありがとうございますみたいな感じで、そう、連絡来てて、もう可愛いですね。そう、本当に可愛かった。そう、可愛いんですね、可愛い、可愛すぎ。そう、っていうお話です。
あとなんだっけ、そう昨日話そうとしたこと忘れちゃってて、昨日朝そう朝結構バタバタしてたみたいなお話をしようと思ったんですよ。そう昨日バタバタしてたみたいなお話をしようと思ったら、あの楽しすぎて忘れてたんですね。そうずっと忘れてたんです、お話ししようとして、そうお話ししようとして忘れてたの。覚えてた？覚えてた？ちょっと覚えてたら言ってほしかったんですけど、お話あるんじゃなかったのってもうさ、そう忘れちゃって楽しみすぎて、他の会話楽しみすぎて忘れちゃったんですよ。こんにちはこんにちはそう忘れちゃって、西日本は来たことありますか？西日本？大阪なら、大阪ならそう、あ次からは言ってください。そう何か忘れてるなって思ったら言ってください、本当にそう忘れててバタバタしてたんですね。そう昨日のあの朝バタバタしてた話なんですけど、それで移動というか、そう時間がなさすぎて階段を駆け上がりました階段を駆け上がりました。3期生でお出かけしたことある？3期生でお出かけはしたことないですね。私まだ3期の子とどこかに一緒にお出かけしたこと、あ1回だけある、1回だけあります1回だけあった。でもメンバー全員でとかじゃなくて、そう3人でどこか行ったことはあります。そう階段、そう朝からダッシュしたんです。朝から階段を駆け上がって、そう駆け上がりましたね。で駆け下りて駆け上がって駆け下りてそのままダッシュして、そう移動しましたもう遅れるって思って、でもちゃんと間に合いました。ちゃんと間に合ったから良かったんですけど、もう本当に大変本当に大変だった。もうあんなにダッシュしたのは久しぶりでした。なんどのくらいぶりだろう、本当に高校生ぶり高校卒業ぶりですね。めちゃめちゃ焦りました。いつも時間、そう時間に間に合わせるのがね、そう今日とかも本当はこの配信もちょっとあのフライングしようかなって考えてたんですよ。そうそうフライングしようかなって思って早めに準備しようって思ったんですけど、早めに準備できず、今日も30分ぴったりちょっと過ぎくらいになっちゃいました。こんにちはこんにちは、初見の方ありがとうございます。違う遅刻はしてないですよ。そうフライ今日の配信をフライングしようとしたんです。30分前に、そう29分59秒くらいにスタートしようとしたんですよ。そうそう一旦配信のマークが出てたよ。なんだろうなんだろう、あそう29分59秒くらいに誤差なんですけど、でもそう29分にスタートしようと思ったんです。そう29分にスタートしようと思ったんですけど、ちょっともう間に合わずスタートしました。間に合わなかった、今日も間に合わなかったこんにちはありがとうございます。本当に初見って書いてある方がいっぱい来てくださって嬉しいです。そうもしよかったらねコメントしてください、お願いします。そう筋肉痛にはならなかったですよ朝のダッシュは
誤差ですよね。誤差なんですよ。誤差だけどさ、ちょっと早く始めたらさ、みんなと一緒に入れる時間、過ごす時間もさ増えるじゃないですか。そう、そう増えるじゃないですか。だからちょっとでも増やそうと思ったんですよ。そしたら増やせなかった。結果増やせなかったんです。そう、みんなとそうお話しする時間を少しでも伸ばしたくて、そうせめてそう1秒でも長くいたいから、そうなんです。みんなは逆に痛くないですか？痛いですよね。そう、待って本当に紙何も書けてないんですけど、今日書かなくていいですかね。今日ここに書かなくていいかな。痛いですよね。そう痛い。コメントちょっとズレあるのかな。コメントちょっと時差ボケになりそう。ね、1秒でも長く痛いよね。そう、恋しちゃう？そんなこと言われたら恋しちゃう？恋しちゃってください。キリンお願いします。ね、キリンもう大丈夫。キリンもう大丈夫。キリン書けないこと発覚した。そうキリン書けないこと発覚したから大丈夫。なんだろう、部活動何るん？やばい、ごめんなさい。仕事行きます。恋しちゃった。恋してください。ちょっと待ってくださいね。書きますね、今日も。ちょっと書きます。なんて書こう。ああ、ミスったかもしれない。こんにちは。初、お初ですか？ありがとうございます。エクボある？私エクボあんのかな。ちょっとミスっちゃった。見に来ました。ありがとうございます。だと思いましたって何？ミスったと思ったんですか？ミスったと思ったんですか？どういうこと？私がミスったと思ったんですか？ミスったんですけど、何？ほくろ、そうほくろはあります。ほくろ、ここら辺にほくろが3つ並んでます。3つ並んでるほくろはあります。そうなんです。何、グフってね。グフって何ですか？グフってちょっと書きますね。こんな感じ。今 こちらに貼る紙を書いています。ほくろ、そのほくろチャームポイントかな。ニヤ、何グフニヤって何？そう大三角形できそうですよね、ここ。そのほくろがいっぱいあるんです。あ、貼ります。頑張って貼ります。頑張って貼れるのって来たから頑張って。何、ジュフって何ですか？頑張って貼ります。こんにちは。何ですか。おしさいの色は決まったの。ちょっと待ってくださいね。おしさいの色は青白です。青白をお願いします。そう、ウインクしてできない。待って、できないね。できない。できません。ち
っと待ってくださいね。名前を書きますね。今名前を書いています。あーちょっとミスった。ダメだダメだダメだ、やばいやばい、名前が汚くなっちゃう。できないと思う。青白です。お願いします。ちょっとミスっちゃいました。ウインクはなんかそうできないんですよ多分。そう、青白なのでぜひお願いします。よろしくお願いします。そう、ウインクできてるんですよ多分ね。多分できてるんですけど、多分できてない。ちょっと変な顔になっちゃう。こんにちは。そう書いて、どうしようかな、何を書こう。こんにちは。スクショタイム、ウィンクはちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいかもしれない。ラブください。ラブください。なんて書こう。でもとりあえず時間帯はこんな感じで書きました。髪切る予定はないですね今のところ。今のところ髪切る予定はないかな。こんにちは、はじめまして。もうあと1時間切っちゃった。本当だ、もうあと1時間切っちゃった。でもいつもならもうとっくに1時間切ってるというか1時間しかなかったから、そうまだ1時間あります。いつもに比べたら1時間あります。そう今日はちょっと長め、ちょっとほんのちょっと長めだから。あ、休養入ったので抜けます。ありがとうございました。ありがとう。まだ3秒しか経ってない感覚。まだ3秒しか経ってないって。3秒。そんなこと。あ、今日はウサギ描かないの。今日はウサギ描きますよ。今日もウサギ描きます。ちょっとまだ描けてないんですけど描きますね。ごめんなさい、本当に止まっちゃった。フォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にぜひねフォローしてってください。あー、休養入りました。ありがとうございます。本当に、あ、2秒くらいしか止まってないですか。よかった、びっくり、ちょっと焦っちゃいました、止まっちゃって。時間止まっちゃった。みんな休養入っちゃうね。みんな休養入っちゃう。ちょっと私なんでもないです。どっちが大事なの。嘘です。休養はもうそっちを急いでください。本当にそれこそねダッシュで休養。そう、ウサギを描きますね。他の方の配信、平日ね、平日だから、そう
全然他の方の配信も全然行ってくださいね。フラットフラットいても大丈夫ですよ。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。そう、本当ずっとずっとここにいてくれる、ずっとお付き合いいたします、ありがとうございます。そう、全然他の方の配信に行っても構わないんですけど、最後には戻ってきてほしいです。そう、最後には私のところに戻ってきてくれたら問題はないかなって思います。そう、全然ね、そう、他の子の配信も見てあげてください。そう、そう、見てあげてください。でも最後に私のところに戻ってきてくれたら嬉しいです。え、そう、他行ったらダメってタイプですよ。他行ったらダメってタイプなんですけど、そう、なんだろう、でもやっぱり、そう、他の人も見て、でもやっぱり最後には私のところに戻ってきてくれたら嬉しい。ただいまです、おかえり。そう、そう、私のところに戻ってきてくれたらそれだけで幸せ。そう、そうなんです。全然戻ろうとして迷子になったらごめんなさい。迷子にならないでください。こんにちは、もう初見の方ありがとうございます。本当に迷子にならないでください、ちゃんと戻ってきてください、ちゃんと。ちゃんと私のところに戻ってきてください。困る困る。そう、いろんな方を見て私に戻ってきてくれたら、なんだろう、そっちの方がなんか重くないですか。そう、戻ってきてくれた方がというか、戻ってきてくれたらそれはもう私じゃん。でも、そう、ずっとずっとここにいる人の方が重いですね。ずっとここにいる人の方が重すぎます。ね、重すぎますけど、うさぎかけない。そう、そう、みんな、そう、そう、みんなね、いろんな人のところに行ってちゃんと戻ってきてください。迷子にならないようにフォローをお願いします。迷子になったらちょっと危険です。仕事入ったね、いってらっしゃい。出入りは自由、ずっといるんですが、ずっといてください、ずっといてください。こんにちは、こんにちは。え、本当に初見の方多くて嬉しいんですけど、こんにちは。もしよかったらたくさんコメントしてってください。と、今絶賛カキカキしてるので、うさぎを描いてます。今うさぎを描いてます。こんにちは、こんにちは。気づかないうちに流れていっちゃう。そう、これから運転ですか。頑張っ、運転気をつけてくださいね、事故らないでくださいね、ちゃんと運転してくださいね。こんにちは、ありがとうございます。そう、気をつけて。ごめんなさい、また止まっちゃいましたよね、止まってましたよね、ちょっとやばいやばい。仕事逆で私なんですけど。そんなにもう嬉しい、そんな嬉しすぎる。こんな感じで書きました。どう。時間よ止まれ、時間止まれってみんな言ってるでしょ。
みんなそう時間止まるってなったらさ、本当に配信めちゃめちゃ停止しちゃうんですけど絶対私のスマホの問題なんですけど申し訳ないです、止まっちゃって、うん、もう止まっちゃう。そう、うさぎ、うさぎを描きました。あ、そう、一回止まっちゃいました。変な顔で止まってないといいな変な顔で止まってるかが心配。かわいい、かわいい、ありがとう。うさぎの顔の形そう、私のあのスマホの充電が、充電が残り何パーセントですって出てきました。充電しながらやってるのに、充電ちゃんとしてるのに、もうもう充電ちゃんとしてるのにな。あらら、あららですよ、本当に。え、よが気づいたら止まってた。そう、止まっちゃった。何を書こうかなもうそう、充電器に怒って、本当にもう、もうやだ本当にあ、そうだ、今思い出した話をしていいですか。いや、なんか皆さんに多分言ったことあると思うんですけど、あ、こんにちは、初見の方ありがとうございます。あの、私のラジオの放送を聞いてくださった方、そう、ラジオの放送を聞いてくださった方は分かる方もいると思うんですけど、私の憧れているそのアイドルさんがいて、そうなんです、アイドルさんがいて、その方すごくすごく憧れてて、もう本当にもう一目惚れしてて、もう一目惚れして好きになったんですよ。で、ずっとその方が好きで、もうラブなんですけどもうラブなんですけど、そう、昨日私があの時間に配信し終えて、そう、し終えた時にその方が配信されていて、途中から見ることができたんですけど、初見ですか、初見さんこんにちは、ありがとうございます。そう、その方が配信されてて、ショールームをで見ることができたんですけど、やっぱりすっごく可愛くて、もう本当に可愛かったんですよ。うん、もう嬉しかった、初めまして。そう、すごく可愛くて、可愛くて、で昨日からあの個人の TikTok もそうで、あの開始されたっぽくて、もう見るしかないと思って見た。そう、もうかわいい、かわいい方なんです、すごく憧れで。そう、そうなんですよ。それがあの鈴木ひとみさんなんですけど、もうものすごくかわいかったですかわいかったです。今お仕事が終わりました、お疲れ様、お疲れ様です。そう、すごくすごく可愛かったんです、可愛すぎて、可愛すぎて死にそうでした。あ、もう打たれましたキュンキュンです、本当にもう可愛かったです。そう、それで憧れて、憧れて、ひとみさんはライブの時にツインテールをされるので、ツインテールをしましただから最近ツインテールにハマってるんです。そう、あ、ありがとうございますそう、だから最近そうツインテールにハマってて、そうなんです、ノットイコールミーさんの。
そう、鈴木ひとみさんなんですけど、とても可愛くて私のタイプなんです。そう、そう、ちょっとそうなんです。そう大好きで、最近曲もそう二人でね、そう歌われてる曲もあって可愛すぎます。サマーチョコレートさん、めちゃめちゃ可愛い心の声が。どうしよう、こんにちは、そうサマーチョコレートもうずっと見てます、ずっと見ちゃってます。こんにちは。あ、そうだ、今日うさぎの耳もあるんですよ。うさぎの耳、これはなんか家にあったというかこんにちは、初見の方こんにちは。そう、これ家に あって去年のハロウィンかな、去年のハロウィンのそう時にお友達とつけたうさ耳があったのでそう去年のハロウィンにお友達とつけたうさ耳があったんですけど、ちょっとさ、ここにそう、これね、あったんだけど、これちょっと、あ、やばい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 、ちょっと見えないんですねちゃんと確認したら見えなくて、ちょっと見えないんです。これずらさないと、ちょっとずらさないと見えないんですけど、ちょっと怖い、見えない、そうずらさないと見えなくてこうなってますこうなってるんですけど、見えるかな見えるかな、そう全体が見えないんですね、全体が見えないんですけど、こんな感じになってます。そう全体はお見せできないんですけどねそう画面はちょっとずらせなくて、あのブランケットの範囲が、そうなんですそうなんです、ブランケットの範囲でちょっとお見せできないんですけど可愛いですよね、このうさ耳が。そうそう可愛いんですけど、ちょっと私が下に下がればいいんですかね、こうかなこうかな、ちょっとあのこうなっちゃうんですけど、どうしましょう、こんな感じ、ちょっとゆっくりゆっくり動かないゆっくり、あのちょっとそうですねそうなんですね、こうね、どうしましょう、こんな感じ、ちょっと上まで映らないので、また今度そうちゃんとあのそう全部見れる時にまたつけたいと思います、こんな感じそうまたね、今度つけますね、ちゃんと髪の毛が、そうね、写真撮ってね、送れたら送ります。そうね、メールでね、そうメールで写真送
送れたら送りますね。ちゃんと送ります。そう、なんて書こうこれ。ちょっとまだ書いてたんです。やばいですよね。ちょっとまだ書いてて、めうんとコメントたくさんください。忘れてたよね。そう、忘れてたんです。でもまああと、まああと少ししかなく、そう、完成してなかったんです。完成しなかった、忘れてはいなかったけど、ずっとこう書こうと思って書けてなかったんですよ。こんにちは、遊びに来たよ、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。そう、モバメの誤差シリーズ面白い。メールのね、誤差シリーズね、NGT48 メールの誤差シリーズ、私の写真の誤差シリーズなんですけど、そう、写真、結構写真、あのうさ耳がなくなったなくなりました。そうなんです、うさ耳なくなりました。なんかモバメの、そう、誤差、そう、ちょっとも漏れた写真がいっぱいあったから、自分じゃ選べなくて、そう、初見です、ありがとうございます、ありがとうございます。え、私と同じ名前じゃないですか。私と同じ名前、こんにちは。そう、間違い探しみたいになってるんですよ。ね、本当に誤差シリーズはちょっとできたちょっと壁が見えちゃう。同じ名前です。え、嬉しい、同じ名前ですか、嬉しいな。晴れてる。晴れた。こんにちは。そう、晴れました。どうですかね、昨日よりは見えますか。でもこのちっちゃい文字絶対見えてない。こちらのちっちゃい文字絶対見えてないですよね。見えます、見えるかな、見えるかな。見えるかな。ね、そう、ちょっと見えないですよね。ちょっと見えない。そう、誕生日とコメントたくさんくれて。そう、こんにちは。昨日よりは見えるから、まあまあまあ。でも見えなくても大丈夫なことを書いてます。そう、見えなくても大丈夫なことを書いてます。誕生日とコメントたくさんくださいって書いてます。そうラブそう、コメントのことをラブって言うんですよ。私の、そう、ラブはコメントと、あとメールも、そう、メールもラブって言います。私のラブはメールとコメントと気持ち、やっぱりね、気持ちが大事。そう、気持ちが大事なので、チラってもう、チラどころじゃなくて、もうずっと見ててください。と見ててください。そう、重めの
メールとコメントと気持ち。そう。遊びに来た？遊びに来たよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、気持ち大事。一番大事、気持ち。重いのはキャラです。キャラですか？キャラじゃない。多分ね、重いんですよ。根っから重いんですよ。もう、そう、根っから重いタイプです。え、本当ですか？アバター変えて。ありがとうございます。ちょっと今カキカキしてます。え、なになに、最初なに、いい感じの重さ見てください。書きました。あ、え、めちゃめちゃ映るんですけど、めちゃめちゃ反射しちゃう、反射しちゃう、どうしよう、反射しちゃう、めちゃめちゃ反射しちゃう、こんな。見えた？見えた？めちゃめちゃ反射しちゃう、反射しちゃうよ。困る困る。こんにちは、はじめまして、はじめまして、こんにちは。ありがとうございます。本当にもう一瞬でも見に来てくださったら本当に嬉しいです。見えました？見ないと、そう、ずっと見てください。そう、本当にそう、一瞬でもね、一瞬来て、そう、一瞬ここに入ってチラッと見て、そう、ずっと見ててください。もうこんにちは。そう、本当にずっと見ててください。こんな。そう、一瞬じゃダメだよ、一瞬じゃ一瞬じゃダメだよ。あ、わかん、でも、そう、鈴木ひとみちゃんにキャラ似てます、似てますか、似てますかね。でも好きなんで、そう言われると嬉しいです。フォローしたよ、ありがとうございます。チラチラ。そう、なんでですか、最初からずっといてください。そう、でもそう、こうチラッと見に来る方もいるじゃないですか。そのなんか、あの、入っちゃったみたいな、あの、間違えてこう間違えて、そう、お部屋ルームを押しちゃったみたいな、そう、その方が、あの、ずっとそう見てくださったら嬉しいなって思います。チラッと入ってきた方が、え、何この子って思って見てくださったら嬉しいなって思います。休養から戻りました、ありがとうございます。戻りました、ありがとうございます。何の休養だったのかな、何の休養だったのかな。戻りましたか？そう、あと何だろう、遊びに来たよ、ありがとうございます。そうだ、そう、私のね、私、あの、すでにこの子可愛いってなってる。本当ですか、本当ですか。うさぎが、見ての通りうさぎが大好きなんですよ。で、そう、そう、星、星もらいに来る人もらいに来る人を夢中にさせちゃう。どこでも寝られるの？そう、どこでも寝れます、基本的に。めちゃめちゃ、うるさいとかなければそう、
かわいい、ありがとうございます。そう、私ウサギが大好きなんですよ。だからも持ってるものも結構ウサギ多くて、こんな感じでポーチなんですけど、そうウサギのね、そうポーチ本当昨日フラッと見てて可愛くてフォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に嬉しい、そういうこと言って伝えてくださるの。そうすぐ寝れます。そうポーチまでウサギさんなんですよ、こんな感じのポーチ。そうなんです、ポーチ可愛いですよね。そうなんです、ウサギがそう好きで、そうこっちもねウサギのポーチなんですよ、こんな感じのこんばんは、こんにちは。そうありがとうございます、コメントしてくださって本当にありがとうございます。もう本当に嬉しいんですけど、そうピーターラビットのウサギも好きですよ。もうそうウサギ好きですよ、いっぱいウサギが好きですウサギ飼ったことないです、ウサギ飼いたいんですよ。そうウサギ飼いたいんですけど、そう飼えなくて、今お家にワンちゃん飼ってるので、可愛いワンちゃんがいます。そうなんです、ミッフィーちゃんも好きですよそうウサギが好きなんです、だから全部ウサギでね、そうまとめてます。でもこっちのポーチは可愛いポーチ、こんな感じピンクのそうポーチしてます。そうウサギまみれなんですね、可愛い色ですよね、めちゃめちゃ可愛い色なんですよ。ちょっと見てくださった方、本当にどこかに行かないでくださいねどこかに行かないでください。うさぎカフェ行ったことないです。うさぎカフェ行きたい、行きたいです、うさぎカフェ。こんにちは、可愛い色ですよね。そう斉藤飛鳥さん、斉藤飛鳥さん身を感じますか。斉藤飛鳥さんめっちゃ好きなんですけどめちゃめちゃ好きなんですけど、斉藤飛鳥さん本当に、憧れですよ、めちゃめちゃ憧れなんですけど。そうメールにも書かせていただいたことがあって、その憧れの方とかいっぱいたくさん憧れてるんですけど、ノットイコールミーさんのその鈴木ひとみさんとか、そう芝野ってきたえどちら様ですかね、ありがとうございますただいま、ただいま、おかえり。そう猫カフェもいいですね、本当ですか。坂道さんの雰囲気ありますか。メイクとか髪型とか、でも意識はしてないと思います。でもどうなんですかね、アステラルさんも好きですよあ、わかんない、こんにちはしばちゃんしばちゃん新しい呼び方ですね。あ、そうで何でしたっけ、そうのいみさんの鈴木ひとみさんとか、乃木坂46さんの斉藤飛鳥さんとか、あと最近はその5期生の富里奈央さんがすごく好きでそうと、しばちゃん呼びしてください、何でも呼び方何でも嬉しいですそうこんにちは、そうなんです、5期生の方だと富里奈央さんがすごく好きで、もう可愛すぎてもう本当に
そうなんです、そうなんです可愛いですよね、可愛い方ばかりで、もう本当にそう、萌えちゃんも言ってたな、萌えちゃん萌えちゃんとそう好きな子かぶってます。そう、アスカさんの推し祭は水色白ですね。そうなんです、アスカさんも推し祭は水色白ですね可愛い、ありがとうございます。そうなんです、こんにちはそうとか、あとはそうかな、なんだろう、何を言おうとしたかちょっとまた忘れちゃいました。あ、そうだからお城なんです、そうなんです、ちょっとでも寄せようと思って、そう本当はでも水色白も候補で考えてたんですけど、でもやっぱりなんだろう、こう寄せようと思ったけど、全く同じ風にするのはちょっと違うかなって思って、そう頑張ってください、ありがとうございます、ご機嫌ご機嫌ご機嫌よもともとそうアイドルもともと好きですよ、そうなんですそう、もともとアイドル好きなんです。でもやっぱり私新潟県出身で、そうあんまり東京の方に行ったことがなくて、全然おしゃべり会とか行ったことあんまなくて、こんにちはこんにちは、そう行ったことないんですけど、そうでもこうなんだろう、遠くからだけど、そうずっと見てましたそう東京行きたいんですよ、おしゃべり会行きたいです、握手会も行きたいです、私も行きたいんですけど、そう行ったことなくて、そうなんです、行きたいんですけど行ったことなくて、本当にそうお会いしたいんですけどまだ会ったことないんです。でもなんだろう、遠くからこうやって見てるだけでもなんだろう、元気をもらえるし、すごい頑張ろうって気持ちをもらえて、もうすごいなって思って、本当にすごいなって思って、もういろんなたくさんのそう人に笑顔を届けてて、もう本当にすごくね、握手会行ったことないんですよ、まだお会いしたことないんです。そうでもそう会えなくてもすごく元気をもらえるし、すごい頑張ろうって気持ちをくれて、もう勉強とかすごいあんまり勉強コツコツするタイプじゃなかったので、こんにちは、そう後半に詰め込むタイプだったんですけど、そういう時も音楽をそう聞いたり、ミュージックビデオとかも見てすごく元気をいただいていて、本当にもうすごいねすごい存在だなって思いました。そうなんですそうなんですね、夏休みとかの宿題も全部後回しにしちゃうタイプなんですもう後回しに詰め込んじゃうタイプなんです、私なんかそう一緒ですかそう全然最初に取り掛からないタイプ、こんにちはありがとうございます、そうフラットでも立ち寄ってくれてありがとうございます、そう最終日が勝負なんです、そうなんです、本当に
本当に最終日がそう、推しを熱く語るね。推しマジで本当にずっと語ってられます。推し様について。諦めるタイプですか諦めるタイプなんですか。そうそう、でもそうなんです。そう本当に後半の方に溜めちゃうタイプで、そうそうなんですよね。ダメなことは分かってるんですけど、でも本当にテスト期間とかもそうです。え、スタートダッシュタイプですか。テスト期間とかもそうで、もう後半に詰め込むタイプで、もう本当3日前くらい、テストの3日前くらいから始めるタイプです私は短期集中型みたいな、短期で、なんか短期間で、そう一夜漬けタイプです。本当にそう、本当にそう、前日にとかは全然、そう初見です、ありがとうございますそう本当にそうすぐ忘れるんです。そうそう、だから前日とか3日前とかに絵日記とかまとめて書くタイプではないです。それはそれはまとめて書くタイプではないけど、そう、あ、一緒ですか。そう本当にもう前日に覚えて、でテストバッチリ解いて、そうテストバッチリ解いて、その後にもう忘れ去るみたいなもうテストの答案が返ってくる時には何解いたかも忘れてるし、そうどんな勉強してたかも忘れちゃうタイプもう全部忘れちゃうんですよ。そうそうなんです。だから中学の時とかも、高校受験の時も、そう本当にみんなはずっと勉強頑張ってるのに、私は全然もう、そう高校の受験、高校に入る入試の時も本当にギリギリに勉強してそうそうなんです。まあまあまあ、でもちゃんとね、ちゃんとそうちゃんと希望の志望校にはそう入れたので、ちゃんとね、そうそう意外と頭はいいですよ多分やらないだけで、そうやらないだけなんです。だからちゃんと勉強したらもっとできるのにって言われるんですけど、そうそうちゃんと勉強したらもっといいところ行けるのにって言われるんですけど、でもってそうやればそうできるんですけど、でもねでもね、わかりますかそうでもちゃんと自分のそう行きたいところには行けたし、ちゃんと3つ受かったんですちゃんと受かったんですよ。だからそうね、3期でね学力テストやってみたいですよね。そう追い詰められると力を発揮するタイプなんですそうそうなんです。そうね、自信ありますよ。3期で誰が頭良さそう。3期はでもさ、リリノちゃんとかすごい頭良さそう。あと萌えちゃんとかそう頭良さそう。でも多分私も結構負けてないと思ってます結構そう。でも私国語が苦手で、国
語あんまりできないんですよね。そう、私理系だったんです。理系を選択してて、そうそう、理系を選択してて数学とあと生物科学、数学生物科学の方を取ってました。そう、国語はあの国語は漢文が苦手でした。古文はできるんですよ、古文古文の素法はできるけど漢文が苦手で、そう、ちゃんと品詞の活用とかもできるんですけど、こんにちはこんにちは、そう、品詞の活用とかそうできるけど、でもそう古文はね、でも漢文のなんかこの読み方が分からなくて、漢文の何なんか意味が分からないんです。読めてもこうちゃんとこう順番通りに読んでも、順番通りに読んでるのに意味が分からないんですよ、漢文のそうそうなんです。漢文読めても意味が分からないから全然もう嫌いでした。できないってなって、でもちゃんとそう頑張ってはいました。あと歴史系も苦手なんです。その歴史系が苦手だから理系にしました。社会とかあんまり得意じゃなくて、そう、人の名前とかがちょっとあんまりあの覚えれなくて、いつ何を誰が何したみたいなもうできなくて、本当にそう世界史本当に苦手でした。世界史本当にもう受け付けなかったそう、でも生物、そう理系で、あ、地理はできます。地理はあの理系選択で地理取ってって、なんか地理は必ず取らないといけなかったんですよ。だから地理はできます。そう、でも一番得意なのは生物ですそう、世界史覚えなきゃいけないカタカナが多いから嫌いでした。そう、理系でしたか。そう、生物が得意なんですけど、生物のどの分野、生物のどの分野、生物はどの分野って、でも植物とかの方ですかね。そう、え、今もう45分なんですか。やばい、あと10分、やばい、あと10分。あ、物理選択ですか。物理めっちゃできなかったんですよ。物理できなくて、そう、生物選択にしました。そうねそうなんです。あとなんか遺伝子みたいな分野が好きです。遺伝子みたいな分野生物のそうなんか組み合わせみたいな、あ、塩基配列とか、そう難しかったですよね、塩基配列。そう、でも生物は好きでした。化学も取ってたんです。生物化学で取ってたんですけど物理ができなさすぎて。でも化学もできないんですよね。化学も全然できなくてもうそう、化学はあのそう原子記号とか本当に苦手で、そうなんか発熱反応みたいな、急熱反急なんか反応あるじゃないですか。はじめまして。
そう、そういうのとかちょっとあんまりあんまりできなくて、そう、そうなんです。ちょっともうお時間が迫ってきたので、そう、お時間が迫ってきたのでちょっともうそろそろ終わりに向けてそう、もう47分、早い。じゃあちょっとスクショタイムをしようかな、いつもの恒例のスクショタイム。時計かわいいですよね。え、なんか今日やばい、今日もビジュアル、今日もビジュアル、今日もビジュアル、どうしよう、今日もビジュアル、どうしよう。うん、ツインテール持って、ツインテール持って、今日もビジュアル、どうしよう、今日も悪い、今日も悪い今日も悪いよ。今日も悪いな。そう。上手？上手？そう、目は治ったんですよ、ちゃんと。ちゃんとお目目は治ったんですけど、お目目は治ったんですけど、前髪が伸びすぎたので今日切ろうと思います。前髪、今日前髪切ろうと思います。そしたら明日ちゃんと変化に気づいてほしいな。わかんない、明日できるかわかんないけどできるかわかんないですけど、気づいてほしい。目は大丈夫、目は大丈夫になった。そう、もう言っちゃった、もう言っちゃった、前髪切ること前髪切ること言っちゃった。でも切らないかもしんない。もしさ、切ってなかったのにさ、切ったねとか言ったらさそう言っちゃったらさね、近いかな。え、そう、巻いただけかもしれないんですよ。そう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 なんです。でも自分で切ります、いつも。そう、いつも自分で切るから、今日切れたらそう切ろうと思いますそう、ちょっと伸びてきちゃったので切ろうと思いますね、ちゃんと近い？そう、今日ちょっと今日近いかな、遠ざかっておきますね。そう試されてるってどういうこと。あざとくないですよ、あざとくないです。え、やばい、もう時間だ。もっと近くに、もっと近くに行って、もう近くに、もう近くには無理ですね。近すぎますあーって、あと4分。じゃあもうそろそろ読んでいきたいと思います。壇上の方、読んでいっても大丈夫ですか。読んでいきますよ、いいですか、読んでもいいですか、もういいですかね、読みます。どうぞどうぞってきたどうぞ、かわいいかわいい、どうぞ。はい、じゃあ読みたいと思います。13位、流星さん、ありがとうございます。12位の方、てんてんてんさん、ありがとうございます。11位、たけるんさん、ありがとうございます。
10位ハマさんありがとうございます。9位カズチンさんありがとうございます。8位マツワさんありがとうございます。7位アオイさんありがとうございます。すごい順位変動しちゃってごめんなさい。6位エルトさんありがとうございます。5位コミュニストさんありがとうございます。4位ユートさんありがとうございます。3位わたちゃんさんありがとうございます。2位おとぼけさんありがとうございます。1位ぐっちさんありがとうございます。すごいなんかもう4回目なんですけど見たことあるお名前の方がたくさん今日も来てくださっててすごくすごく嬉しいです。そうもうなんか今日はさ時間が早かったのでそう見てくださる方も減っちゃうかなって思ったんですけどそういつも来てくださる方がそう結構ねいてそうちゃんと皆さんのこと分かってるのでそう覚えてるのでそう本当に嬉しいです。明日はどうしますかね。まだちょっと分からないんですけど明日もできたらいいなって思うので毎日ね目指してそう明日もできたらいいなって思うんですけど明日朝になっちゃうかなきっと。明日は朝早くも考えてます。ただいま戻りましたありがとうございます。もう終わっちゃいますそう朝配信しようかなとかも考えててそうなんです。でもちょっと私朝早くは起きれるんですけど準備間に合うかなって感じなのでそう朝はそう朝もまたね違う方そう初めましての方にも会えたら嬉しいですしそうなんですそう私が朝ちょっと苦手なのでそうなんですよね。そう明日もできたらしますそうちらってそう朝はそう起きれるんですけど準備が間に合わないかなって待ってます。ゆきしかってありがとうございます。待っててください、ね、そうそうなんです。あやばいもう55分ですよねやばいもうそろそろそうこと締めをそう締めの言葉を言わないといけないんですけどもうバイバイなんです。もう55分になっちゃいましたよね。初見ですありがとうございます。ちょっと初見の方また来てくださいね。そうまた来てください初見の方本当にうん本当にファンフォローしてくれたら嬉しいです。ぜひねフォローお願いします。そうフォローしてください。そう今日も皆さんと一緒の時間をその噛んじゃった。はじめまして。そうフォローしてください。もうすぐ終わっちゃうのでそうそう今日も皆さんとそう一緒にね時間を過ごせて本当に幸せでした。もういつも幸せをありがとうございます。本当にそうまたね一緒にね一緒の時間を過ごせたらなって思うのでそう私のために時間を使ってくれてありがとうございます。本当にありがとう。そうまたね同じ時間を過ごせたらなって思うのでまた来てくださいお願いします。バイバイまたねありがとう幸せをありがとうまたねバイ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 またねバイバイ。